どうも、Bレジェンド鍵谷でございます。時間がやってまいりました。本日10月22日夕方じゃないな夜か、7時となりました。ついにあのね、秋限定のやつ、もうついさっきね、夕方6時にですね、締め切りがしてるので、この3つ前ぐらいの19日の動画の方で、コメントをいただいててですね、まあいろんなねコメント入っておりますけれども、まあ、またね当選者発表はちょっと追ってね、させていただきたいなと思いますので、まあ今回はですね、まず紹介の方をしていきたいと思います。では早速発表の方いきたいと思います。お味の方は何だったのでしょうか。ドゥルル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 ル。あれ結構読めてた。ね、まあ松茸とかね、栗とかね、まあ大体予想できたんじゃないかなと思います。焼き芋とかね、いろいろあったと思いますが、今回はムキムキ甘栗、もうこれもうムキムキ甘栗でございますよ。ということで、ね、これがねテスト、プロとの最終段階でかなりうまかった。で、実は僕ね、栗ってねあんまり好きじゃないんですよ。栗好きじゃないんだけれども、まあ最終のプロトではかなり美味しくできた。で、まず、説明しますよ。マロンパウダーを使用した濃厚な甘栗風味、パティシエが作ったモンブランにも匹敵する高級感漂う口当たりで、いやモンブランじゃねえだろと、パティシエじゃねえだろと、俺が作ったムキムキ甘栗だろと、ということでね、ぜひね皆さんにも飲んでいただきたいなと思うんです。で、まあなんかスペック話をしておくとですね、エネルギーが一杯1食あたり 118.7kcal、 タンパク質はもう安定の 20.8g、 20g オーバーですね。脂質が 1.1、 炭水化物が 5.4、 ビタミン C が 42.5mm、 ビタミン B6 は 1.2 入ってございます。ということで、タンパク質合成や回復にもいいということでね、まあ、ちょびっと他のビタミン系も入っております。で、3200円で、5000袋限定、秋だけの限定フレーバーでございますね。ということで、まあ、そんな豪沢はどうでもいいので、早速ね飲んでみたいと思いますよ。僕もね、この製品になってるやつを飲むのは初めてなんで、本当にうまいのかっていうことでね、わからないんですが、飲んでみましょう。今ね、ストファイの、ストリートファイターの波動拳風味飲んでるんですけど、まあもうちょっとでなくなると思うんでね、次はね、この秋は、ムキムキ甘栗でございますよ。香りからいってみましょう。あ、香りはね、なんだこれ、知ってるぞ、この匂い知ってるぞ、知ってるけどわからない。キャラメルコーヒーみたいな香りかな。はい、じゃあいつも通りね 200cc お水入れてございます。で、スプーンにすり切り4杯でございます。いきましょう。1杯はい、ということで、いつも通りローリングシェイク C567890 からの20回縦ボリー、1234567890ということで飲んでみましょう。はい、泡は、あ、全然泡ないな、ほら全然泡ないぞこれ、いいな。お、香り、あ、すごい、あ、栗、あ、いい匂い。飲んでみましょうか。泡ないな、これ。すごいいいね。ということで、いただきまーす。うん、うまーい、うまいぞ、これ。うわー、これ何？あ、栗なんだけど、モンブラン。わかるわかる。モンブランだし、飲んだ後、キャラメルコーヒーの味みたいな感じもある。だから、あの、モンブランの、ビューってこういう、紐状のやつあるじゃないですか。あれを食べた後の口の中の感じに近い。だけど、ムキムキ甘栗風味だから、ああ、そうか。甘栗を、噛んで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 した時の食べた後の口の中のふわーっと広がる感じが今もある。まあ、栗じゃ、栗、あの、むき栗じゃないや。甘栗じゃないんだけど。はい。あ、うまいな。
あ、ほんで泡も全然なかったんだけど、ダマは少しだけありますね。縁にちょっとついちゃってるけど、まあでもあのここの液体の中にダマっていうのは全然なかったです。はい、だからやっぱり相変わらず溶けもかなりいいですね。はい、ということで正解はムキムキ甘栗風味でした。はい、ということでぜひ皆さん、当選者の方おめでとうございます。また当選者発表したいと思います。大人の事情枠あるんでね、もう締め切ってるからもう今から応募できませんけれども、3名様、さあドンピシャ賞いたんでしょうかね。ということで楽しみにしておいてください。ということでまた皆さんお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録グッドボタンお願いします。